はい、どうも、タクタクです。ケチャップ漬けのふくらはぎ、やっていきたいと思います。これどうすればいいんだろう。下の階に行くとか。あ、いけた。ふう、普通の世界に戻れたみたいね。さすがに今回のは生きた心地がしなかったわ。そうね、今日は一旦帰って、明日また部室で会議して、次の予定を決めましょうね。お、来た。あ、パンツ。パンツ取られてる。なんだかんだ、二日目。これ大丈夫なのかな？なんか全然関係ないイベントをクリアしちゃったんだよな。大丈夫かな？なんか怖いな、これ。この人に話しかけてみていい？怪我とかしてない？保健室で休ませてもらえるから、探索から戻ったら忘れずに行くといいよ。うんうん。まずは部長の見解を聞かせてもらおうか、キリ。聞いてみよう。今日は学校から近い黒いビルに行ってみましょうか。黒いビルはコンビニの正面にあるから、ハイビルで裏口の鍵が開いている初心者も安心な心霊スポットと言えるわね。なるほど、なるほど。じゃあ行っちゃっていいのかな？黒いビル。脳情報で行っちゃっていいのかな？つかさ、俺一つ気がかりなのはさ、いや本当になんかよくわからないからって言って、勝手に解決しちゃった防空壕の世紀末発射伝説みたいなのがちょっとあったやん。ねえ。あそこはもう行けないのかな。もしくはなんかイベントがリセットされてたりとかしないことは。あ、リセットされてるかも、これは。あ、オッケーオッケー。これはこれでいいんじゃない？うん。多分、また、できるよ。ごめんなさい、作者さん。作者さんだって、作者さんの意図しないところで、何かを行ってしまってごめんなさい、これは。大丈夫だったかな。で、黒いビルってなんだ。またね、勝手に歩き回ってね、意図しないところで解決しちゃうと、非常に危険だから、これ一回地図を見に帰った方がいいですね。いや、俺ね、ほんとあんだよね。なんか、こういうさ、自由度が高かったりするゲームで勝手にイベント進んじゃうとかさ、多いじゃないですか、特に洋芸とかもさ、こういうの。ねえ、なんか自由に行けるみたいな。黒いビルどこ？あ、黒ビル！あ、あれね、黒ビルね。オッケー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 。出てすぐね。出てすぐ左下ね。オッケーオッケーオッケー。黒ビル、これか？これだ、これだ！これが黒ビル。キルビルみたいな響きですけど、黒ビル。はい。誰もいないのかな。また観葉植物。結構枯れないものですね。あ、これ増加だろう。ほら、最近の増加ってよくできてるから、触ってみないとわからないよな。こっちは。大丈夫なん？補充されないので無駄遣いはやめておこう。これなんか落ちてる。コンクリートの塊が落ちている。見上げるとビル中央は吹き抜けになっているようだ。これ上から落ちてきたのかしら？危ないな。こっちがあるのは。柱時計がある。文字盤がギリシャ数字で書いてあるタイプだ。違う違う。これはローマ数字だ。ギリシャ数字という呼び方は間違い。ちなみに、1は1。V は5。X は10は、一般的だが、50が L。100が C、500が D、1000が M と1000まであるんだぞ。へえ、知らなかった。うわ、聞かれてもないのに自慢げに語っちゃってるよ。何言ってるんだ。これ重要なヒントだからな。掲示して後で泣きを見るなよ。また戻ってきて聞くことになるぞ。マジか。ネタバレだ。ここはハイビルなんですよね。こういうのって回収されないものなんですかね。あ、そこに気づくか。微妙に古そうな機体だし、これだけ放置されてるの、されたのかな。このビル全体的に荷物残しすぎてるよな。ここハイビルなんだ、やっぱり。あ、ちょちょ、そこじゃない、そこじゃない。ここの、こっちから読まなきゃダメみたい。あ、読めないんだ。電話は？電話機があるが電源が通じていないようだ。こういうのになったら怖いよね。電源通じないのに。ここは開くのかな？ん？ナンバー入力。どっちにしろできないからな。さすがにノーヒントは無茶だろう。確かに、9999通りできなくはないが、この回はもう少し探してみないか。そうしましょう。こっち側行ってみよう。お、なんかいろいろ散乱してるな。ここは、あー！なんで電話が？これ誰かのスマホが鳴ったんじゃない？多分。地面に書類が散らばっている。
専門的な内容で読んでも意味がさっぱりわからない。これは？引き出しを開けると中にメモ用紙がセロハンテープで貼ってある。パス 0CL。 え、なにこれ？え？これか、言ってたのは。これは写真に撮っといた方がいいのかな？写真を撮っといて。はい、撮りましたよ。あからさまな階段の鍵のヒントだな。ちょうどここに付箋もあるし、一応書き写して持っておこうか。あ、いちいちやんなくてもよかったみたい、写真で。うんうん。え、でも、他になんかヒントないのかな？電話はなかったよね。え、でもさ、ここもう一回来てみていいんだよね。あれあれ？もしかしてヒントが聞きたいのかな？うんうん。C が100、L が50。あ、待って待って待って。ということは？え、でも0、0ってなってるよ。05、あ、違う違う違う。015。どういうこと？そして、うん。4は4。うん。は9みたい。左に小さい数が来たら、その分引く。法則もあるから気をつけてな。え、これどういうことだろう？え？ 0159。0159かな？この法則にのっとると、0159。0、1、これどうやって？あ、こういうことか。0159。これでいいんじゃね？お、いた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 。イエーイ。レミ先輩ありがとう。行きましょう。で、この回を見たい。黒いビルは何なの？あ、クマヒャン。クマヒャン。クマのぬいぐるみだ。ピンクのクマか、懐かしいな。メール持ってくるのとか パソコンのやつや、それ。口や、爪に血がついてるのとか、あったあった。昔流行ってたものも、捨てたものな。あったね。今どうなっちゃったんだろう、そのキャラクターたちは。子供向けの英語学習の本みたい。ワン、ツー、スリー、フォー。ね。はいはい。書いてますね。よかったな、勉強になって。わからなくなったら、またここに勉強しに来ようか。馬鹿にしないでください。私でも1から9の数字のスペルくらいわかりますよ。じゃあ、4の、4のスペルは？ FO、あれ？ 4 文字、あれ？ 4！ FOUR ですよ。よかったな、勉強になって。わからなくなったら、またここに勉強に来ようか。俺も一瞬わかんなかった。子供向けの絵本みたいですね。ん？これ全部英文ですよ。まあ、一瞬というか分からなかったと言っておこう。子供用の絵本か、こう、託児所でもあったのかな？黒ビルと言いつつのブラック企業でもないのかな？また植物。これもう上に行っちゃっていいのかな？いけるよね。感じ的にはね。あ、宝箱だ。あ、違う！待って、なんかあるよ。壁に何か書いてある。ドアのパスワードか？欲しけりゃくれてやる。探せ。箱の中に全てを置いてきた。これワンピースや。ありたけの箱を引きずって、ここから落とそう。こいつ動くぞ。これはガンダムですね。ひど。なぜ押したし？あ、うるさいうるさい。これ以上騒ぐやつは四天王最弱のアンデッドと同じ運命をたどることになるぞ。どんまい。行こう。箱の様子を見んな。We are。このね、ネタが多すぎ。え、ちょっと待って。え、出られなく、ああ、びっくりした。出られなくなってることだった。あ、粉々になった。あ、開いた。開いた、開いた、開いた。多分開いた。鍵が壊れて蓋が開いている。箱の中のメモを手に入れた。何かしら、これ。ええー、モナ、山口。チロウ。いや、なんだろ、これ。萌え、マナカナ、山口メンバー、山口メンバーやめなさい！一郎や。山口メンバーやめなさい。微妙にカタカナとも違うような、これガンツの黒い玉が書いたのかな。アイテムに入れておきましょう。
何やらひらめいたらチェックしてみてくださいね。アイテムにね。大事なもの。これなんだろう。全然ひらめかないんだけどな。何これ。山口メンバーかな。TOKIO？ 元 TOKIO？ なんかいろいろアウトな気がするけど、このゲーム。大丈夫かしら。まあ、ここはね。ああ、でも、ノーヒントなのかな。やはりこの暗号がキーなんだろうな。私分かっちゃいました。お、何？ 1651。1651じゃないですか？バカはほっとくとして。暗号が4桁で、鍵が4桁ってことは、1桁で数字1文字を表しているのかな？ん？暗号が4桁で鍵が4桁ってことは、え、これ、ああ、なるほどね。1列にね、そういうことだね。これどういうことだろう、じゃあ。一番上は。これ本当に日本語なのかしらね。日本語でないとすると何語でしょうね。まあ、日本語ではないかもしれないですね。なんかヒントになるようなことあったかな？二階の絵本。二階の絵本。絵本なんか英語のやつでしょ？だって。ここじゃないの？謙虚だ。本当にスペル見に来たのか。箱の中の絵を見てみようか。知識があるとかえって読めない文字もあるらしい。かなという先入観を捨てて、薄めで形だけを見たりしてはどうかな。特に下の2行とか何か見えてこないか。見えてこない。 見えてくる？これ。薄めで？薄め。ちょっとみんな薄めで見てみて、これ。薄めで。なんか山口の山のとこの字に違和感を感じるっちゃ感じるんだよな。なんかだって山のさ、左側の部分ってさ、漢字で書くときもさ、出なくない？もっとヒントくれよ。もうさすがにわかるよな。アルファベットだよ。アルファベットね。上の二つは読みにくいけど。アルファベットかな、これ。これアルファベット？ワン、ツー、スリー。1行目は E。2行目は T。で、始まっているみたいだよ。E？ 8ってことじゃ、8？ 8、82ってこと？ああ、なるほど、なるほど。あ、本当だ、本当だ。W が、山は W ってことか。っていうことは、4。あ、ってこと、8、2、4、4、8、2、4、6ってこと。8、2、4、6。なるほど、なるほど。変形文字みたいなことだったってことね。8、2、4、6でお願いします。合ってるかな？もうほぼ答えだったけどね。8、2、4、4、6。これでいかが？開いた？あ、開いたくさいね。うわ！車椅子。なんだこの部屋、随分他とは異質な感じだな。つまり異質な一室ね。凍りついた。みんな、そうだ、俺、回復しないで来ちゃったんだ。待って、ここ戦闘あるぞ、多分。ちょっと一回、保健室に行こう。保健室に行って回復しよう。これ戻れるよね？これ戻れないって落ちない？大丈夫？保健室行こう、保健室。保健室に行って、回復してから、もう一回でも。大丈夫かな？おしよしよしよし。ちょ、流れてきちゃったからね。よかったよかった。今気づいて、戦闘前に気づいてよかった。多分毎回ボス戦があるんでしょ、これは。なんか明らかにあの人形がここのボスっていう雰囲気がプンプンに出てたから。オッケー。どうかな。おお、全開してる。オッケー。で、なんか今さ、帰ってくる途中に誰か人いなかった？いなかったかな？なんかいたような。あ、いないか。気のせいか。
か誰か見たような気がしたの。よし、じゃあ改めましていきましょう。多分そんなに強い敵じゃないでしょうね。だってこうレベル上げする要素もないしさ。強いて言えば装備をちょっと変えてあげたいなぐらいな気持ちはあるんだけど、ちょっと整えてみる？この人の武器が本来浜屋ではない、多分。一回全て外す。で、部長がやっぱ強いから、これ部長を優先にした方がいいよね。全て外す。で、最強装備にすると。あ、でもこれ一辺の杭ってやつが最強なんだね、これね。うん。あ、でもこれが一番強いことになってんの。でもこっちも装備できますね。どうなんだろう。で、本来この章では持っていない感じになってるけど。え、これ扱えないってこと？パッドは。あ、扱えないんだ。パッドしか。なるほど。であれば、まあ、別にいいのかな？だからこれ 大丈夫？俺が進行を無駄、なんか無視して手に入れたやつだから、ちょっとこれはいかがなものなのか。まあいいか、できちゃったからいいよね。ごめんね、なんか。ごめんね。このままいきます。天丼はしないわよ。うん。人形が置いてある。この人形すごく良くない感じがする。いいね、そういうの。雰囲気で出てすごくいいよ。この布団とかは、まずこの宝箱か、まず見てみるのは。活動ノートを手に入れた。活動ノート、何かしらこのノートみたいな、まさかデスノート。ゆきちゃんおめでとう。コングラチュレーション。裏ハンター試験合格おめでとう。え、みんな頭おかしくなったの？なんでエヴァの最終回？ゆきちゃん、この探索は新人歓迎の恒例イベントなのよ。詳しいことは後で話すわね。ということは？ ということは？これ関係なかったってこと？これじゃ。このノートには近所の心霊スポットをピックアップしておいてあるのよ。アイテムの大事なものから使用できるわ。ちょっと見てみるわね。これ防空壕の噂。幼き、兄弟に命のバトンを渡した兄はこの世に一片の悔いを残していた。そんな感じで実際に行って、状況が進行したら活動を更新して行ってくださいね。あ、そうそう、ビルで入手したメモ類は、部の部品なんで回収しておくな。ではみんなちょっと疲れただろうし、今日はもうお帰り、もう帰りましょうか。なるほどね。怪奇現象捏造を 認めるも意思の、3日目。こういう感じで進んでいくんですね。ということは少なくともあと4話分ぐらいはあると。俺が飛ばしちゃったから3話分に削られるかもしれませんけど、わかりませんが。はい、という感じで今回は一旦この辺で終わりたいと思います。この続きはまた次回よろしくね。ではまた。